はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長、増田祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。ですね、まあ、お久しぶりではないですね。3日、ちょっと YouTube 途絶えててすいません。7月12から18、まあ、ちょっと、近況報告をちょっと YouTube でやろうかなと思います。で、やっぱりですね、今臨床していて、思うのは、やっぱコロナとその自粛打つみたいな人は結構増えていますね。うん。やっぱりボーナスが減ったこととか、今の会社合わないけど転職するのも不安だなとか、将来の不安っていうことを語る人が増えてきました。で、これは、やっぱり、まあ、今更っていうかもしれないですけど、やっぱ本当に第二波が来たんだなっていうのが、まあ、僕の実感としてありますね。はい。第一波の時よりも、なんとなく全体としてどんよりした空気を感じています。それはその、第二波になって、まあ、第一波の時はみんな一緒だったんですけれど、ぐちゃぐちゃでもうみんな困ってたんですけど、第二波の今は、適応した人と、コロナに適応した人と、適応できずにいる人っていうのが、やっぱり分かれてる。印象はありますね。まあ、ある程度コロナに適応している人は、まあ、生き生きしてますよ。それなりに。儲けてるところは儲けてますからね、今。うん、で、やっぱり、いろいろ思いますけど、うちの業界、古い業界の人たちが、うちの業界は今回のコロナをきっかけに変われなかったんだって言って、ちょっと落ち込んでる人たちも結構いますね。サラリーマンの人とかでは。新しいオンライン化とかに、適応できなかったがゆえに、なんとなくこう今の職場に対して、あ、こっちは変われないんだっていうことに対するすごく無力感とか絶望感を感じている人っていうのも結構いるなという、印象です。はい。まあ、うちのクリニックは、30代が多いので、2、30代の人が多いので、なおさらそうなのかなと思いますけどね。はい。あとは誹謗中傷が増えてますね。うちのクリニックっていうか、まあ、あんまり言いたくないですけど、ちょっと多かったんですよ。この1、2週間、誹謗中傷みたいなものが、ツイッターとかの匿名の方に来てたりとかしてて、ちょっとそれもうんざりしてましたね。それはその、やっぱり世の中の調子が悪いから、やっぱ増えたんだろうなと、客観的には、思えるんですけど、実際自分の身になるというと結構きついんですよ。まあでもそうなのかな、やっぱ第二波が来てるからかなと思います。で、どうしたらいいのかっていうことですけれど、やっぱり明確にできるものは明確にした方がいいんですね。ポジティブな意味でも、例えばその夢を叶えるとか目標を達成するためには具体的に数字を出した方がいいよとか、具体的な、なんていうのかな、目標設定をして、方が達成しやすいよとか言いますよね。同じようにネガティブなことも、やっぱり具体的に明確化していて、まあ、これぐらいは起きるだろうと想定しておく。で、これは仕方ないだろうと受け入れておくっていうのは結構大事なんですよね。だからちょっとコロナっていうネガティブな問題についても、これはただの風邪なんだよとか、まあ言うのも一つですけれども、まあ、100年に一度のね、パンデミックであることは、まあ間違いないだろうと判断した方がいいと思います。それはその実際今年の冬を経過しないと、コロナっていうのはどういうもので、どういう状態変化を起こして、どういうふうにやるのかっていうのはわからないので、まあちょっと用心して、ネガティブなイメージを持って明確化しておくっていうのも一つの大事な作業ですね。それに伴う社会変化を、まあ自分の中で明確化して、ここまで落ちるかもしれないから備えとこうっていうのは一つの、まあネガティブだけでも大事な、まあメンタルケアの対応なんですよ。で、まあそこまでひどくならなくてよかったなって思える方が、まあ精神衛生上はいいですね。はい。っていうのが、まあ僕の近況です、最近のね。はい。とりあえずこんなとこかな。あとは、まあ週刊早稲田メンタルクリニックって言って、毎週ね、メルマガっぽくブログをつけるようにしてるんですけど、まあ気になったニュースとかも載っけています。で、
何かな、あの職場のメンタルヘルス対応マニュアルっていう本が、まあ、結構面白くていい本だったので、これも紹介しようかなと思いますね。すいませんこれですね、この本です。この本がめちゃくちゃ分かりやすくていい本なので、またこの本の、まあ、あの全部をやるとね良くないんで、一部解説に使わせてもらったりとか、できたらなと思います。森本ドクターと、向井弁護士さんによる共著ですね。あのバランス感覚もすごく現実的でいいと思いますね。で、患者さんのために書いてるという感じがしていいですね。あの労務関係の本だと経営者目線の本が多かったりするんですけど、買ったり経営者目線すぎたりとか、あと、労働者組合寄りにすぎたりとかするんですけど、こっちはすごくいいバランスで書かれてるのでいいかなと 思います。また何かあの、臨床とかね、あの動画にも還元できたらなと思っております。はいぐらいかな。はい、以上でこの動画終わります。もしこの動画を見て面白いと思ってくれた方はグッドボタンおよびチャンネル登録お願いします。ではまた。